はい、毎度おなじみ天の声です。今回はオムライス専門店神田たまご軒さんで肉盛り巨大オムライス5キロのチャレンジに挑んだ時のやつ。実はね、このチャレンジング通常版は 3.5キロ、制限時間30分って設定なんですけど、このね、本店である神保町店だけこの魔改造された総重量5キロの究極完全体フォルムを拝むことができるんですよね。で、今回はそのね、究極完全体に挑んでいくわけなんですけど、なぜかね、重量が 1.5 キロ増えたにもかかわらず、制限時間はまさかの30分のまま。そこを据え置きにしてほしくなかったんですけど、いやね、1.5 キロ増って格闘技やとね、階級変わってますからね。って感じで、まあ今回ね、なかなかの鬼畜仕様、全固形5キロ30分のね、男の魂をかけた戦いとなっております。さあどうなるのかということで、早速本編の方へと参りましょう。どうぞ。これが例のね、究極完全体フォルムのやつなんですけど、まあでかいですね。ちゃんと5キロしてるなって感じです。そして今回もさも当然かのごとく、カロリーあふれる親衛隊がね、オムライスの周りに座っております。てか上にいますね。もはやね、オムライスチャレンジでオムライス単体って方が珍しい時代になってきました。YouTube も最近は一人で全部やる人の方が珍しくなってきたし、そういう時代なんかもしれん。さあ、お店の Twitter の写真をしっかりと撮って、NG だったんで撮り直して、いざ本番です。5、4、3、2、1、スタート。さあ始まりました、肉盛り巨大オムライス5キロチャレンジング。制限時間は30分です。とりあえずね、まあ、いつものようにオムライスチャレンジと言いつつ、しっかりとね、まあ、あのカロリーあふれる具材たち乗ってるんで、まあ、そちらから食べていっております。まずはこのハンバーグ、もう松崎しげるのようにね、真っ黒なのが特徴的なんですけど、まあ、これはね、日焼けによるものではなく、デミグラスソーシングによるものですね。このしげるハンバーグ一つ一つが手作りな上に、長時間かけて仕込んだデミグラスソースでしっかりと煮込んで作られてるんで、もうかなり手間がかけられております。まあ、それだけあってね、噛んだ瞬間の歯ごたえと口の中に広がる旨味はもうただの神です。このハンバーグ目当てにね、食べに来るお客さんも多いほど人気で、まあ、たまご軒さんをね、まあ、象徴するトッピングとなっております。まあ、続いてはソーセージですね。まあ、こちらもね、あのハンバーグに次ぐトッピングでね、まあ、カリカリしててうまいですね。まあ、ハンバーグがね、結構しっとり系のうまさだったんで、まあ、このカリカリソーセージとハンバーグでね、対応なしてますね。まあ、ポケモンのルビーサファイアみたいな感じで、ポケットモンスターハンバーグソーセージ、いやー、どっち買うかね、悩みますね。あのハンバーグもソーセージもね、僕好きなんで、ちょっとね、伝説のポケモンがかっこいい方にするかなって感じです。って感じで、ちょっとね、茶碗はさておき、周囲にはびこる茶色のボディーガード倒したんで、本体であるこのね、黄色いお山登っていこうと思います。よく見るとね、僕がオムライス作ってる時、微妙にね、まあ、トロッとなってるのを確認できると思うんですけど、そう、これはね、もうみんな大好きチーズですね。そこのオムライスね、しれっとね、てっぺん付近の部分の卵とね、ライスの間にスライスチーズ仕込んでるんですよね。まあ、つまり卵とチキンライスでチーズをね、サンドイッチしてるわけです。まあ、その挟まれたチーズがチキンライスちゃんのね、まあ、熱で温められて、まあ、こうやってね、食べるときにとろけるというメカニズムになってます。なかなかね、粋な演出ですよね。僕も家でオムライス食べるときに、まあ、このね、演出を、まあ、パクじゃなくて、まあ、リスペクトさせていただこうと思います。まあ、ちなみにね、このおしゃれなチーズは、あのこのお店でね、オムライス頼んだ時にチーズトッピングをすれば体験することができます。まあ、100円とね、あのお手頃なんで、よければぜひぜひ注文してみてはいかがでしょうか。さあ、たまご軒さんのオムライスなんですけど、特徴はね、なんといってもね、このトロトロ卵ですね。あまりのトロトロさゆえ、このサイズになると自重に耐えきれなくなって若干崩れてんの笑うんですけど、自分の強大すぎる力を制御できなくなった系のね、まあ、キャラみたいになってます。
このように究極のふわとろを追求したというこのオムライス、まあ、飲めるオムライスとしてね、公式ホームページでも紹介されております。よくね、大食いフードファイターの中では、まあ、飲める〇〇とか〇〇は飲み物っていうね、まあ、フレーズが流行ってて、まあ、僕もね、まあ、よく便乗したりして使ってたりするんですけど、まあ、まさかのね、今回公式が歌ってますからねただその歌い文句にたがわぬぐらいね、マジでね、このオムライス飲めます。いやもうね、ウィダー・イン・ゼリーが可愛く見るレベルですね。僕ね、最初ね、冒頭で全固形5キロ30分の男の魂をかけた戦い、ドンって感じで、まあ、ドヤ顔でね、言ってたんですけど、これひょっとしたらね、全部液体かもしれん。でまあね、卵に注目されがちなんですけど、個人的にはね、チキンライスちゃんもなかなかどうしてなね、うまさしてるんですよね。単純に僕が米好きっていうのもあるかもしれないんですけど、いやね、具材がね、大きめでね、ゴロゴロしてるのがいいんですよね。僕ね、カレーでもチャーハンでも具材大きめでね、野菜本来のね、食感感じられる方がね、好きなんですよね。まあ、家で作るときは若干ね、野菜切るのがめんどいからっていうね、まあ、裏事情もあるんですけど、まあ、それを抜きにしてもね、デカめが好みです。まあ、サイズで言うとね、まあ、うずらの卵ぐらいあると嬉しいですね。で、チキンライスのね、中に入ってる具材が、まあ、確認できた範囲で、まあ、鶏肉、玉ねぎ、しめじ、トマトだったんですけど、これね、いい感じの大きさしててね、まあ、テンション上がりましたね。いや、具材が大きいって、まあ、一見ね、手抜きみたいに思えるんですけど、てかね、僕が家でやる場合は 90% ぐらい手抜きなんですけど、ただね、これ大きかったら大きかったらで、まあ、火通すの難かったりで、意外とね、ちゃんと作るハードル高いんですよね。僕も家で作るときに大きく切りすぎた結果、まあ、外焦げ焦げ、中シャリシャリの、なんとも残念なね、まあ、二層構造を持った人参が爆誕してしまったりします。まあ、その点ね、卵剣さんは、強火でしっかりとね、まあ、しっかりと炒めてるんで、まあ、ちゃんとね、火が通ってますし、まあ、変にね、まあ、時間かけてない分、野菜とかのね、肉の旨味が逃げることもないんで、いや、今思うとね、もう最高のチキンライスでしたね。さあ今ちょうどねオムライスが半分食べ終わったぐらいのとこなんですけど、いや今回の断面もまあまあえぐいですね。なんかねオムライスってパッと見の外観よりもね断面の方が破壊力高いですよね。毎回ねオムライスチャレンジの時最初運ばれてきた外見だけを見てね、あなんやいけるやんって感じでね、ちょっとイケイケどんどんで食べ進めるんですけど、食べ進めるうちにね断面のねぎっちりと詰まった米見えてきて、うってなるんですよね。まあ、ちょうどね、そのあたりでね、腹も膨れ始めるんで、まあ、急にね、ちょ絶望感がこんにちはしていきます。まあ、時間の方はね、まあ、残りまだ20分以上と、まあ、かなりね、今んところいいペースですね。やっぱね、飲めるオムライスだけあって、普通のオムライスと比較してね、倍ぐらいスピード出るんですよね。ただ、これね、流動性高い食材あるあるなんですけど、もう早いからといってね、楽とは限らないんですよね。特にね、今回みたいな水じゃなくてね、まあ、脂質、油で、流動性上がってる系はね、まあ、結構危険で、油断してるとね、もう一気に腹に来るんですよ。まあ、極端な例を挙げると、マヨネーズなんかがそうで、そのマヨネーズの一気飲みってめちゃくちゃね早く減らせるんですけど、絶対きついですよねこれ。もうそれと一緒です。なんでリードはでかいものの、ここでね、まあ、安心してペースを緩めることはなく、むしろね気を引き締めて食べ進めていきたいですね。さあこの犯罪要素の数え役満のようなオムライスを提供する卵剣さんの通常メニューの方も気になっている方もいらっしゃると思います。まあ、世の中のね 99.9% の方はこのね画面に映ってる意味不明な黄色い山じゃなくて、まあ、通常メニューのお世話になりますからね。まあ紹介していくんですけど、まあ、メニューのラインナップはね、トマトオムライス、ハヤシオムライス、キノコクリームオムライスのこのね3本柱が基礎になり立っております。メインとなるオムライスにね、各種自慢のソースをかけたって感じですね。
でそのね3種をベースにトマト&ハヤシオムライスのようにそのねソースが半分ずつ合い盛りになったパターンとか、ハンバーグオムライス、チーズオムライスのようにトッピングが加えられたね派生系が存在しますね。あとはね期間限定系が、まあ、プラスでね常になんか発売されてるんですけど、これがね割とクオリティが高いというか、まあ、なんともねそそるものが多くてですね、例えばね今発売されてる牛すじカレー&炙りチーズオムライスとかとろり炙りチーズフォンデュとかね、まあったら思考停止で券売機ポチりそうなぐらいうまそうです。あ結構ねこれ見てもらったらわかるんですけどね、期間限定はね炙りチーズ系が多いんですよね。オムライスに炙りチーズ合わせるのはねもう反則ですわ。これをね期間限定で出すのはねなかなかやらしいですね卵券さん。でこれらをベースに、まあ、追加料金でねトッピングを加えることができます。まあ、ココイチのカレーシステムと一緒ですね。あのトッピングは全部で5種類でチーズ、卵2倍、ソースマシー、ソーセージ、日本ハンバーグです。で値段はねあのチーズ、卵2倍、ソースマシーが100円、で、まあ、ソーセージ2本が200円、ハンバーグが300円となっております。まあ、個人的にはねこのねしげるハンバーグがねもうめちゃくちゃうまくて、まあ、他のお店では味わえないね唯一無二感もあるんで、まあ、ぜひともね頼んでほしいところなんですけど、まあ、お値段の方がね300円とトッピングにしてはね、まあ、安くないんで、まあ、普段ね、まあ、通えない人とか、まあ、ここぞという時のね、自分へのご褒美におすすめですね。逆にね、まあ、万人におすすめできる、どんなタイミングでもおすすめできるトッピングは、まあ、卵2倍とチーズですね。特にね、この卵2倍は100円でね、このお店のとろふわ卵を2倍にできるというね、もうなんとも神のオプションなんで、標準装備でもいいぐらいですね。そして皆さんやはりね一番気になるところはねそのメニューの量だと思います。まあ、これねもう親の顔よりよく見た流れなんですけど、でもね実際ねお店の品のボリュームっていうのはねメニューのラインナップと同等、いや下手したらねもうそれ以上にね気になると思うんですよね。割とガチな調査で顧客がねお店に求める3大要素、コスト、味、雰囲気、どれを重視してるのかのね、まあ、アンケートを取ったそうなんですけど、まあ、その結果がね重視しているものから順にコスト、味、雰囲気だったそうです。つまりボリュームっていうのはね、僕みたいな食いしん坊の民以外の人にとっても結構重視するっていうことですね。さあちょっとね、もう話それちゃったんですけど、このお店の通常メニューのボリュームがね、どれほどかっていう話でしたね。結論から申し上げるとね、結構やばいです。やばいって言ってもね、まあよく話題になるデカ盛り店のように、まあ、並盛りが漫画盛りみたいな感じではないんですけど、まあデフォルトの量はまあ普通なんですよ。ただね、これサイズアップすると急にね、別人になります。まあ、このお店のサイズね、並盛り、大盛り、特盛り、メガ盛りの、まあ、4種類あるんですけど、並盛りがライス 250g、 大盛りがライス 350g、 特盛りがライス 450g なんですよ。そして、まあ、気になるメガ盛りなんですけど、なんとねライス 690g です。並盛り、大盛り、特盛りとね 100g ずつ刻んでんのにメガ盛り急にね雑に 240g 増えて草なんですけど、ここでね注意しないとダメなのが、これねあくまでねチキンライスの量なんですよ。まあ、つまりこっからさらにね卵とソース、ものによってはねトッピングも加わるんで、まあ、結構ね総重量えぐいことになります。まあ、何もねトッピングしない状態でも1キロで、先ほどのねトッピングすべて1種類ずつ頼む、まあ、つまり全乗せをした場合はなんとね 1.4 キログラムにもなります。この 1.4 キロっていうのはね、あのすき家の裏メニューメガ盛りの2倍のサイズであるキング牛丼を超える重さとなっております。皆さんね感覚麻痺してるかもしれませんけど、キング牛丼を超えるサイズがですよ、通常メニューで提供されるってまあまあ異常事態ですからね。ちなみにねトッピングは無限に重ねがけできるんで、まあ、メガ盛りにねトッピングしまくれば重量は青天井に伸びていきます。さあ言うてる間に巨大な黄色い山もだいぶ小さくなってきたんで、最後はねケチャップちゃんをかけて飲んでいきましょう。
飲めるオムライスに流動性の高いケチャップをかけることで、このオムライスはね、完全にドリンクと化します。終盤の追い込み時っていうのはね、どうしても飲み込む力が落ちがちなんですけど、このようにね、食べ物を実質ドリンク化してやれば関係ないですよね。贅沢にね、ソースをつけたオムライスを楽しむこともできますし、我ながらね、大食い界の知性と言わざるを得ないですね。それさっきの話で、一般の人ならね、かなりグロッキーになるぐらいの量が、その気になればね、注文できるってことが分かっていただけたと思うんですけど、このね、異常なまでの増量に対して、かかる追加課金額っていうのはね、意外と安くてですね、メガ盛りはね、なんとね、プラス300円でできてしまうんですよね。だいたい800円ほどのメニューが、プラス300円でね、3倍近くなるんで、これはね、もう目がしない理由がないですよね。皆さんも良ければね、ぜひ卵券さん訪れた際には、オムライスをメガ進化させましょう。さあ、メガ進化布教してる間にチャレンジの方もいよいよ最後の締めですね。皿に残ったケチャップをしっかりと回収して、あ、はい、大丈夫です、はいはい、ってことで無事チャレンジ成功できました。飲めるオムライスってだけあって、でも終始ね、ドリンキングバイキングでしたね。そのおかげで制限時間に余裕も出たんが良かったです。それではここまでご視聴ありがとうございました。またよければ次回もよろしくお願いいたします。さようなら。